やはりですね、僕は空想ではあまり歌を書けずにですね、実体験が多いんですけども、やはりこう別れをですね、経験するといい歌が書けちゃうんですね。まあいい歌っていう自分も言うのがおかしいですけど、やっぱり気持ちがこもるんだなと思います。まあ、別れがあった時にこそ学ぶチャンスだと、成長するチャンスだと自分を鼓舞して、前向きに進んでいこうと思うんですけども、できればもっと明るく元気にいきたいなと今年はそう思います。去年できた明るくなる歌、その声という曲を聴いてください。
ありがとうございます。その声でよくでした。